皆様こんにちは、絵画骨董買取プロ金子でございます。今日はですね、もう非常に今もう大変、人気の高い先生、片岡珠子先生のお作品についてちょっとご案内したいと思います。女子病出てですね、珠子さん、非常にこの富士を中心にですね、活躍されまして、今でも本当にもうこういう本画からですね、リトグラフから非常にたくさん、リクエストも来てますし、非常に、たくさんの絵画が実際に流通しております。珠子先生の作品はですね、今東京美術クラブというところで鑑定をしておりますけども、東京美術クラブ行きますとですね、このめでたき富士という、これはもう東京美術クラブ で像になっておりますけども、たまにこういった大名品もですね、東京美術クラブで見ることができます。こういったレゾネに拝見してますと、青の富士山、それから赤の富士山、そしてあと人物なんかもですね、非常に少し浄瑠璃調の東京の江戸のニュアンスを入れてですね、非常にたくさん描かれております。富士山ももちろん人気なんですけども、少しこういった図代わりなですね、舞妓なんか、人物なんかがございますとですね、それはそれで美術館も非常に資料としても貴重なものだということで、リクエストもいただいておりますので、ぜひ片岡珠子さんの作品ございましたら、集華堂で問い合わせをいただきたいと思います。絵画骨董買取プロでは、片岡珠子先生の作品、非常に熱心に探しております。ぜひお心当たりがございましたら、一度評価だけでも私どもでさせてください。また場合によってはですね、ご希望の条件で美術館なんかもですね、ご紹介することもできますので、ぜひですね、一度こちらのフリーダイヤルまでお問い合わせをいただきたいと思います。片岡珠子の作品、ぜひお待ちしております。よろしくお願いいたします。